ライブ配信の音をよくするための機材選びでは3つ目はこのオーディオインターフェースなんですがえまずこれ例えばそのライブ配信やられたことのない方が「えなんかオーディオインターフェースって何?」とかあの思われるかもしれませんけどまあ一体これは何だということをご説明しますがえー要はパソコンまあ各個スマートフォン入れてもいいですねえにマイクやギターなどの音を入力したりそれから今度逆にそのパソコンとかスマートフォンの音を ヘッドホンとかスピーカーに接続して出力する装置ですね。まあ、音声の出し入れをする装置なんです。でもともとは？作曲ですよね。まあ,あの dtm だったりとか、あとはそのオーディオオーディオの世界では DAC DAC とか言われますけども。うん、おあのパソコンで音楽を楽しむっていうところにまあ、使われてたり、あのしてるんですけども。も、えー、近年はそのインターネット生放送とか。まあまあ動画編集でも使われてる方いらっしゃいますね。はい。 でこの,このオーディオインターフェースっていうのは大体はやっぱ作曲用が肝になってるんですけどもじゃあその作曲用の,あのオーディオインターフェースを配信用でえ使うにはどういったところで選んだ方がいいのかってことなんですけども私はこれを挙げました。えー、まずマイク入力に対応してているってことで,す、ね、であとはあのループバックの切り替えができる。 なんですけどまず XLR マイク入力なんですけども XLR ってこういうやつなんですよピントはあってあこれですねはいこれこれですねあのこういう3つになるあのふざけてるわけじゃないですよあのこの XLR 端子これですねこういう端子あの3ピンの,あのキャノンとか言われますけどもで、えー、というのが まあとはちょっと参考までにちょっと持ってきたんですけど最近ライブ配信でね手話さんの SM7B とか人気ですけど、まあ、これとかはいわゆるこの XLR のバランス出しに対応しているのでそれがバランスで受けれるオーディオインターフェースまあ今でもほとんど対応してますけどねほとんどこれ対応してると思いますけどこういう3つ穴がついたものがおすすめだったりします。 でループバックの切り替えとあります。でこれちょっとあのややあの専門的になるんですけども、えー、ループバックってなんだって思われるかもしれません。これがちょっとあのーえー、後ほどご説明というかそれを解説したものをお渡しできるんですけども、要はそのパソコンから例えばそのカラオケを聞いていてでそれを歌うんだけど。 そうするとパソコンの音は基本的に出てくるだけなのでそれは自分は聞こえるけど視聴者さんは聞こえないんですよ。なのでパソコンとかで鳴ってる音をパソコンに戻してあげななきゃいけないけです自分の歌った声と混ぜて戻すとか BGM を混ぜて戻すっていうのがあるんですよ。なのでループバック が入ってると便利だったりするんですけど、これは実は落とし穴がありまして、パソコンの配信であれば、例えば OBS なんかはもう OBS っていうソフト自体にループバックの機能があったりするんです。で、オーディオインターフェースもループバックがあって、OBS もループバックがあると、これどういうことが起きるかというと、音が二重で鳴ってしまうんですよね。 でこれ意外と気づかない方がいらっしゃったりとかするのでどっちかを切らなきゃいけないんですよだから切り替えができるのが必要なんですね。でループバックじゃいらないじゃんってことになるかもしれないんですけども、えー、Mac はあデフォルトではループバックがあれかからないようになってるので Mac でループバックかけたい場合だから Mac は OBS 使ってもループバックかからないんですよ。でその場合は まあその仮想ミキサーなんかを入れるって手もあるんですけどもやっぱり負荷がかかってしまうんでそういった時にこういったそのオーディオインターフェースに入ってるループバックまあこれはねスイッチ1個で簡単にループバックのオンオフできるんですけどあのまあこれで切り替えができるってのは非常にちょっと重要ですで。で,で先ほどもちょっとやりましたけども要はあの歌なんかで。 あのリバーブっていうのが非常に重要になってくき,きますからですねこういうリバーブねえ、石鹸取とってみたいなあのこのボーカル必須のリバーブがちゃんと,ちゃんとかかるかっていう、まあ、これが、えー、特に歌配信なんかで必要かなと思いますね。あとは配信を盛り上げる機能ですね、まあ、ボイチェンなんかもそうだと思いますけどでもう一つは、えー、iOS 対応、まあ、iPhone とか iPad での配信に 対しては、まあえー、使えるようにアンドロイドなんかも使えるものがあるらしいんですけどもちょっと昨日機種依存が多くてちょっと全部検証ができないので私どもも実はその動作保証してないってのあるんですけど、ねまあ、基本、まあ、iPhone だけでも、えー、対応してればというふうには思ってるんですけど、まあ、iPhone 対応してればねあのスマホでも高音質でできるかなというとこで、まあ、iOS 対応っていうのを入れさせていただいて。 おりますはい。